皆さんこんばんは、さとみです。シピーゲルアイ実況 4-1 かなだったかな、やっていきます。よろしくお願いします。前回はですね、直球勝負でデューマに柵のパスワード教えてって言ったらですね、このクラブの紙切れっていうのをもらいました。早速見てみたいと思います。の前に前回ダイヤの紙切れ、これですね。なんか画面上でスッキリしてるって言ったんですけど、なんか頭の中で喋りながらやってたらちょっと整理ついてなかったんですけどあの後ちゃんと解きました。でこんな感じです。バーン、はい、今出てると思います。なので余った数字が8なんですよね。だからダイヤは8ということになるんじゃないかなと思います。はい。でこのクローバーの紙見てみると、あーはーん、これは見たことある1、2って書いてますね。ちょっとこれですね、きっとこれね。で1、2ってことは ON2 だから1か。じゃあ1だ、1ですね。よし、解ける。鍵のパスワードの鍵を解きましょう。はい、今回はじゃあ男の子を出してあげて一緒になんかするのかなが目標になりそうなんですけど、はい。で、柵のパスワード、クローバースペードダイヤハートだから、クローバーが1、スペードが0、ダイヤが8、3、4、5、6、7、8で11、10811、多分 OK。 よし、外れた。カンニー、あ、威嚇されたドンってじゃあこっちだね。はい、どうしよう、開けていい？開ける。中にはドアノブが入っていた。中に小さな紙が入っている。え、ちょっと待って、ちょっと待って、怖い、音楽止まんないで。はぁ、人のもの勝手に開けるなんて、やっぱり君は悪い子だね。いい子でいるって約束したのに。嘘つき。はっ！ごめん。え、開けちゃダメだった？いや、でもこういうのってほら、アイテム収集しないといけないっていうやつじゃん。あ、また夢の世界だ。そうかな。クローゼットいつも気になっちゃう。はい、夢の世界。何なんだろうな、これは。また来たよ。ん？ここは君が知らない君の場所。ここは君がいらない君の場所。こちら側を知れば知るほど境界がなくなっていく。彼の言うことを聞いたんだね。彼は君の後をどこまでもついていくよ。まるで影も、君の影みたいに。彼って、あれですかね、閉じ込められてた人？でも、もしかしたら君の方が彼の影かもしれないよ。あ。おお。気の毒ね、まだ若かったのに。湖でボートから落ちた娘さんを助けようとしたんですって。あの子、事故からずっと口を聞かないらしいわ。かわいそうに。愛の過去ですね、きっと。奥さんもこれからどうするのかしら。ああ、お父さんが亡くなったのかな。そうよね、以前にも。それにあの子って本当の。ああ、そういうことか。お母さんは再婚相手なのかな、お父さんの。愛はお父さんの連れ子。ん？って聞いてる？ね、思わない？ん？ねえ、愛、聞いてる？え、聞いてなかったけど、キャンセル。え、あ、あれ？どうしたの？もしかしてドーナツ嫌いだった？嫌いじゃないけど、ドーナツ大好き。オールドファッションが好きです。へへへ。テーマは何してるの？ドーナツの穴見てる。
何か見えた？見えた？妖精。マジで？ すごいね、本当に。そういえば、さっきからずっと向こうの鏡見てたよね。それって良くないんだよ。鏡に映った自分をずっと見てると、ゲシュタルト崩壊的な？ゲヒュダルト。そう、タルト。とにかく良くないの。ゲシュタルトね。ゲシュタルトってどんなタルトですかね。フロイ、あなた院長先生に今日の報告した？あ、いけない、忘れてた。今日どんなことしたかとか、そういうことかな。ごめん、私、隣の棟に行ってくるね。いってらっしゃい。時計が妙にうるさいですね。こんな鳴ってたっけ？時計の針は3時を指して。3時のおやつですか？ドーナツー。テューマはまだ見てるの？テューマ、見える。また行っちゃうの？見透かされてるテューマに、また行っちゃう。あ、こんなのあったっけ？おじさんの顔みたい。こっちはこっちは？ねえ。これなんか愛の過去ですか？中から話し声が聞こえる。ちょっと聞こう。ねえ、私たちの会話、誰かに聞かれている気がしない？気のせいだってば、考えすぎだよ。でも最近、自分の考えていることがみんなに漏れている気がするの。大丈夫よ。人の話に聞き耳を立てるような悪い子はうちにはいないんだから。ねえ。本当だね。そんな子いないよ、もう。そうそう、あれ夢だったのか。あ、でもドアノブあるじゃん。ドアについている丸い凸って。あ、開かないよって書いてたとこ開くじゃん。行こう行こう。その前に落書きとかは増えてないね。じゃあセーブしましょう。記録する。オッケー。よし。じゃあ行こう。あ、カニー。あ、しょんぼり。隠された。これ使えるんじゃない？ドアノブがついていない。ドアノブつける。ドアノブを取り付けた。行っちゃう？行くよ。お邪魔しまーす。あれ？お邪魔しまーす。あ、なんだ？あ、なんかこの卵みたいの、あっちにもあった。卵の形をした箱がある。え、どうしよう。キャンセル。え、開けたい開けたい。キャンセルをしても何もならなかった。開ける。中にはプラスチックの鍵が入っていた。え、どうする？キャンセル。え、いや、持ってこ。持ってこ。せっかくだから。持ってく。小さい鍵をポケットに入れた。ありがとうございます。あとは？でも、あとは何もなさげかな？何もなさげだ。何もないね。あっ。はい。もしもし、私だ。どうやら君は組織のものに目をつけられたようだ。気をつけろ。君のすべての行動は記録されている。え、何？組織って何？怖っ。これからの連絡は暗号を使おう。私たちだけの暗号。知ってるだろ？暗号は？邪魔しました。怖っ。なんかそういう組織とか絡んでくるゲームなの、これ。え、なんかそんな重大に考えてなかった。ちょっと記録しに行こう。あれ？カニーいなくなってるし。あ、カニーのとこ。え、あ、いいや、カニーのとこ行こう。お邪魔します。また来ちゃった。はい、じゃあ、次はですね、この本の内容も多分変わってると思うんですけど、カニーちゃん多分どっか行ったと思うので、こっちの世界を探検していきます。ご視聴ありがとうございました。さとみでした。